本当に。どうしよう。これは新しいこと。どうしよう。ビーちゃん、今日去勢手術だね。はい。昨日の夜10時から何も食べてないです、ビーちゃんは。ビーちゃん頑張ろうね。いるかな。お、えらい。ちゃんと回転するんだね。じゃあ行ってきます。よし、みーちゃん無事でね。じゃあみーちゃん頑張れ。初めての雨びっくりしたね。頑張ろうね、びっちゃん。逆に車の中入った方がちょっと、ああ、なんかいつもと泣き方違う。違うね。みーちゃんごめんね。頑張って。右開いてるよ。だいぶ、おびーってスイッチが入っちゃっています。あ、通常だったらこの中に入れる前に体温を測ったりですね、はい、術手術した部位をチェックしたりするんですけど、はい、ちょっと怒ってしまって見れない状態だったんで、はい、はい、そう、今怒ってるんだ。ビーちゃん、ビーちゃん、ビーちゃん、見れてないんですよ。ビーちゃん、ビーちゃん、ビーちゃん、ああ、そうですね。よかったよかった。出血も止まってるはずですので、そこにもついてなかったんですから。でもし出血してるとこあるか。ありますありますね。本当だ。足だ。血出ちゃったか。でも出すと興奮しちゃって無理でしょうね。ビーちゃん、ビーちゃん、ね、すごい。ビーちゃん、ビーちゃん、ちょっと、ビーちゃん、もしかしたら手術した部位から出てる可能性もあります。切開してるので皮膚をね、でそこから出てるのかもしれないですし、まあ、でもそれは本当微量な出血で済むとはずなので、はい、あともう一点は、もう入る時にちょっと暴れたので、はい、指先、爪とかですね、どっか引っ掛けちゃったかもしれないんですよね。そこがちょっと気になりますけれども、はい、そっちの方がちょっと出てたとしたら、ビーちゃん、止めるの大変かもしれないです。ビーちゃん、ビーちゃん、こっちがですね、取った清掃はね、ありがとうございます。ビーちゃん、綺麗なね、清掃ですね。ビーちゃん、本当は血液検査の結果で異常値、まあ、少しね、このミルミの赤に入れば本当に異常ないって言えるんですけど、すごい暴れてる。ビーちゃん、こんなの見てもらない。なら、ビーちゃん、ね、少し脱水してたような証拠はありまして、はい、脱水、はい、そりゃそうですよ。昨日から、ね、昨日ご飯最後で、それからお水も飲まずで、ずっといるんで、かな、と思います。脱水ですね、アルブミンという血液の中のタンパク質が高くなったり、ビーちゃんうんちしちゃった、あれうんちしちゃった、ビーちゃんうんちしちゃった、ビーちゃんうんちしちゃった、本当に。
とどうしよう、これは新しいこと、とどうしようなんですけど、はい、ママ開けてない、ピーちゃん、ご飯のことまだ聞いてない、聞いてない、ピーちゃん、ピーちゃん、みーちゃん怖かった。みーちゃん怖かったね。怖かった。怖かったね、みーちゃんね。うん。怖かったね。大丈夫？みーちゃん怖かったよね。うん。みーちゃん。みーちゃんみーちゃん踏んだ？踏んじゃっただかもね、多分。じゃあ手拭かなきゃかな、ね。でも傷口あったらね。うん。ちゃった、血ついてる人、うーん、なんかついてるような感じだよね、なんか、ご飯ってどのぐらいのタイミングで食べればいいですかね、全部かけた、あ、そうですか、ピーちゃん、ピーちゃん、お疲れ、お疲れ様、頑張ったね、うん、みーちゃん、お家帰るよ、今から帰るからね、うん、安静してなきゃいけないからね、うん、お家帰ろう、みーちゃん、ちょっと、どうしたの、みーちゃん、みーちゃん、待ってね、みーちゃん、あ、やっぱ手出てるわ、血、あー、ほんとだ、じゃあ痛かったね、ピーちゃん、ね、ったんだもんね、あー、ピーちゃんしかも目に毛が入ってる、そう、うん、こんな入ってくれないの、ピーちゃん、ピーちゃん、珍しいね、ピーちゃん、お、ママたちいるからね。みーちゃん。そうだね、ちょっと固めがね。うん。みーちゃん、今までにない表情してる。どこ？あ、本当だ。すっごいそっぽ向いてる、ビーちゃん、すっごいそっぽ向いてるよ、それ、ね、ちょっと拗ねてるのもあるんで、ビーちゃん、多分、うん、確かに目が座ってるもん、うん、脱水してるっていうからさ、すっごいそっぽ向いてるよ、本当についたら一緒に寝ようね、ビーちゃん、じゃあプッて言った、
自ら鼻につけてきた。ピーちゃん。お利口さんだったよ。Thank you.